北口南口ペデストリアンデッキより、ユミール、鎌取ショッピングセンターに接続鎌取駅は、千葉県千葉市緑区鎌取町にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。おゆみのセンターモールニュータウン、おゆみの地区の北側に位置し、南口には、緑区役所方面まで大規模なペデストリアンデッキが、整備されている。当駅から約 1.8km の距離に、京成電鉄、 千原線学園前駅、おゆみの駅が位置する。この地域一帯は南口に広がるニュータウンとして栄えており、千葉、東京方面に通勤、通学する利用者が多く、当駅の利用者増加に伴い通勤時には、隣の本田駅からの運転が設定されている。袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースが、駅北側にあり、毎年10月に行われる。 ブリジストンオープンゴルフトーナメントの開催日には特急和菓子を号の一部が臨時停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅で京上駅舎を有する。かつては相対式ホーム二面二線の形態だった。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している蘇我駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動改札機が設置されている。 また2009年11月下旬、駅舎のリニューアルに伴い、それまで改札外に設置されていたニューデイスキースックが改札内に移設された。北口コンコース間、南口コンコース間、コンコースマイナスホーム間にエレベーターが、ホーム、大網側の階段には、上りエスカレーターがそれぞれ設置されている。2008年には南口に上屋が設置された。 東洋メディアリンクス製の発車メロディを使用している。通勤ラッシュ時のプラットホーム北クラッシュ時の改札付近2019年度の1日平均乗車人員は2693人で、千葉駅より南において、蘇我駅に次ぐ2番目に乗車人員が多い駅である。また、ニュータウン開発前である50年前と比較した増減率は約2493%の増加となっている。 JR 東日本及び千葉県統経年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は目標の通りである。鎌取駅周辺右が千葉市緑区役所、左が鎌取コミュニティセンター、おゆみのマンション街駅南側は都市再生機構が日本住宅公団時代から開発していたニュータウン、おゆみのモデル街区である。駅北側は 袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースがあり、当駅が最寄り駅となる。当駅の南口はバス専用ロータリーと一般車両ロータリーに分かれている。千葉中央バス、東京空港交通によって運行されている。成田空港行きは2014年3月31日をもって運行休止となっている。千葉中央バス、小港鉄道、平和交通によって運行されている。 出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。